竹内さんが今までメンタルが壊れた時の理由とどのようにリカバリーしたのかお伺いしたいです僕がメンタルやられた時まあしょっちゅうメンタルやられますよメンタル強いと思われてるような感じはするんですけど結構メンタル弱い方だと思います神経質なところももちろんあるんですけど、えー、と大体ねそうなる時っていうのはほとんど人の目を気にしてる時なんですよ自分の評価がすごい下がるとかだから自信家の人ほど自分の評価がすごい下がる時が メンタル病むんですよ例えば授業をやってて まあ失敗しましまた、ね、すごいお金持ってるんですよ、ね、すよごいお金持ってるのになんか事業をやって大きく失敗しちゃってお金はあるけれどもその失敗したっていう恥ずかしさで世間の人からな,なんだあいつは結局事業失敗してんじゃねえかって言われるのが嫌でメンタル病んんだりするんでするでよ多分今回あの青汁さんもそうですよね誹謗中傷を受けてなんかリアルな,なんか証拠が出てきたりとか証言が出てきたりとかまあそういったことがあった時に社会的評価が下がるじゃないですか。承承認認欲求ででみんんな生きててるんでそののされてたのが 一気に崩れちゃうわけなんですよで今回ちょっと、まあ、自殺未遂なのかちょっと僕よく分かんないですけどやっぱりそういう時に皆さんが「いや頑張ってくださいね」ってこう励ますっていうことが本当にあ 俺が必要とされてるんだな。とかその承認欲求を満たすね。また回復する一つにもなりますんで、まあ、皆さんはそういうメッセージを送ることで、人のそのメンタルを助けることはできると思うんですよね。僕の場合、じゃあどうやって回復するかって言うと、人の目を気にしない。もうこれしかなくて、例えば100人の方に批判されても。 まあ一人二人の人は俺の味方だと思う人は必ずいるとでそういう人と会うっていうのがポイントですちょっとしんどいなと思うときはインスタライブとかやるといいんですよねこれ youtube ライブってもううぞ,うぞうぞうにみんな登録してるんですけどインスタの人たちって結構質の高い人がこう僕の本当のファンみたいな人がいるわけなんでだからその人たちに竹野のさんすごいかいいですねとかかっこいいですねって言われるっていうこの承認欲求を浴びると結構自分がですね あのメンタルが病んでたのあだから大体ね文句言う人とか批判する人っていうのはまあ一回しかしないんであのずっとしつこく批判する人ってあんまいないんですよね。なのであのそういう意味で目立ったことしなければ自然とそう,いそういった文句を言う人たちが少なくなってきてむしろ支持してますよっていう元の人たちの方が増えたように感じてくるので,で僕はその構造を分かってるんで理解してるんであまり なんかこうやまないですね今ははい無視できるっていう感じですかね峰島社長の粘着質は病的なものでしょうかそれはちょっとわかんないですけれども言ってることは論理的でリサーチ力もすごいですしあのそれぐらいの執着心なければ事業とか何も成功しないっていうのもう間違いないんですよね峰島さんは峰島さんでちょっといろいろあったと思うんですよねなんかうん青汁さんとも埋めた部分があると思うんですよねやっぱり恨み持ってるっていうのはちょっとあると思うんですよね でも、まあ、その辺りはもう人と人とのことなんでやっぱり人を怒らせるってこと自体がいろんな揉め事を生みますよねなんか人の文句言うとかだから僕も一後一切言いませんっていう話をしてます竹内さんがもししミネシア社長に絡ままれたらどう対処しますか簡単な話で皆島さんと対談をすればいいだけの話なんですよねで一緒に話しましょうとかご飯食べましょうとか要するに皆島さんもそうですけども一緒にご飯食べた相手をこっぴどくやるってことはないと思うんですよ。ガーシーシさんも ガーシーさん違うかガーシーシさんは過去に確かにご飯食べた人だろうが何だろうがやってるのか、まあ、そうなっちゃうともう捨て身の覚悟って感じなのでまあ多分ガーシーさんもね好きでやってるわけじゃないと思いますねもういやいややってるんでしょうね文句言った人にはもう二度と会,う会わないからっていうつもりでこう捨て身の覚悟があるからやってることだと思うんですよねでまあ峰島社長はそれは違うと思うんでお会いして普通に話せば分かることだと思うんですよでその時にいろいろ言われてるんだけど俺も一生懸命頑張ろうと思ってやってるんですよってその辺り分かってもらえたら本当 嬉しいですみたいなそういうなんか動画撮ればやっぱり言えなくなると思うんですよね人間にはねその感情っていうのがあるのでそのあたりを敵対しないっていうのが大事かもしれないですね青汁王子さん助けてくださいあのやっぱりねこの気持ちの部分なんでやっぱり助けるって多分難しいと思うんですよね皆島さんもやっぱり思った以上にやっぱ怒っておられるんでちょっと難しいんじゃないかなっていうふうに思いますねちょっと様子は聞いたんですけどやっぱりちょっと許せない 空気だと思うんですよねまた余計なお世話なことしてね僕ひっかき回すことが嫌なので本当は助けてあげてなんとかしたいなって思う思いもある反面、まあ、峰島社長の気持ちも分かるしとかちょっと僕が口出してまたややこしいことになるとねまたねもう学んでますから僕もなのでちょっともうやめようっていうふうに思ってます。